8月28日、今大阪上本町駅前に来てます。よく晴れてますが、若干風が吹いています。今日はこれからこの近鉄の上本町駅から奈良に行ってこようと思います。28分発急行伊勢中川駅に乗ります。いや、懐かしい地名だ。名古屋時代よく見ました。近鉄桜井で起きまして、JR、の桜井から奈良行きに乗ります。宮駅に着きました。たった一駅です。桜井から何年ぶりかで来ました。いや、相変わらずシンプルな人気のない駅です。前来た時はここで買い物をしました。あの時もこの生姜を買った記憶が。大宮神社の入り口に着きました。いや、やはり神聖な感じがします。前回来た時はこの森正さんでしょうか、でそうめんを食べました。今日は違うところに行ってみようと思ってます。実は今回の目的はそうめんを食べること。夏ならではのそうめんを食べたいと思います。山の辺の道です。ありました、ここだ。やってるか。やってます。まだ大丈夫ですか。はい、はい。そうめんを食べていよいよ山の辺の道を歩き始めますが、いきなり坂道です。お店の人も下りもあるにはあるが、基本的ずっと山登り道ですと言ってました。今2時5分。どれぐらい歩くことになるのか。いや、意外に山道きついよこれ。おお、結構登ってる。日陰がある分はいいけど、いきなり結構登ってます。いや、どうなるか。辛かったら下に降りよう。はい、行きます。ここは前にも来たところです。大宮神社の裏手側になります。そうめんは極細ということで、本当にスルスル、蓋は入ってました。出汁は濃かったですね。あれ自家製なのかありもんなのか、その辺はよくわかりません。ここも前来てます。
いや、風がない家だ。下ったと思ったら当然また上り。いや、とにかく歩きましょう。みょうがいただきます。よいしょ、はい、いただきました。みょうが、今度は畑の中の道。いや、いいね。白壁が見えてきてます。静かだ。いや、まさに古い道を思わせる。今スケッチをしている人がいました。気持ちがわかります。しかし、なぜこんなわざわざ登る道ばかりのところを作ったんだろう。昔の人はもっと山裾の平らなところをなぜ通らなかったんだろう。これはあれかな、よく出てくるところかな。神社に着きました。日原神社。緑が綺麗だ。降りてきました。アスファルトの道路は歩きやすい。古い大きな家があります。水の音がとても気持ちいい。いやー、風情のある岩波が続いている。気持ちいい。急ぎ足で牧向駅にやってきましたが、場所分からず電車に乗れませんでした。いや、こんなに急いだのに、間に合わなかった。はあ、疲れた。いや
のどかな駅。